どうもエナジー福田です今日は P ラインの編み込み本数4本編み8本編み12本編みとありますがこの編み込み本数によってスレ強度が変わるのか気になったんで実験していきたいと思いますよく聞くのは編み込みの本数が増えると一本一本の繊維が細くなるんですれに弱いという話なんですがそれは本当なんでしょうかそしてどれだけ弱くなるんでしょうか実験内容は P ラインそれぞれを紙ヤスリにこすっていき 何回で切れるのかやっていきたいと思います。この紙ヤスリを使います。このまま擦ると当たる面当たらない面が出てきてちょっとバラつきが出てしまうんで、こういうケースの角にセットして、まあ当たる面を均一にしていこうと思います。次に引っ張る強さ、ヤスリに当たる強さですね。これを一定にしたいんで、この15、約 38g の重りを取り付けます。そして重りを引っ張る長さも一緒にしたいんで、まあここからここまでを1回 2回、3回っていう感じでやっていきます。この実験をそれぞれ5回ずつ繰り返して平均値とどれぐらい強度の差があるのかやっていきたいと思います。まずは12本よりからやっていきます。はい、こういう感じにセットしました。まあ、ここの結び方は適当です。で、この状態で進化をこうですね。こう引っ張っていきます。セットしまして、いきます。1回、2回、 六回。二十七、二十八、二十九回目で切れました。次はちょっとこの擦る面をアップで映したいと思います。はい、二回目いきます。一回、二回、三回、十、十、十一、十。はい、十二回でこんな感じで。 こっち側が結構パサパサしてますよね。12回で切れちゃいました。次は8本寄りをやっていきたいと思います。8本寄りは青色です。はい、こんな感じで結びました。8本寄りやっていきたいと思います。セットしまして、いきます。1回、2回、3回、4、ん ?4 え、え ?4 回で はい。これが4回で切れた断面図なんですけど、12回の時よりちょっとファサファサしてるような感じですね。もしかしたら8本あるけど、1本が切れたら急激に弱くなるとか、かもしれないですね。はい。ちょっと4回はおかしいと思うんで、もう一回ちゃんと確認しながらやりますね。このセットの時には、ヤスリに当てずに、引っ張るラインに持ってきてセットします。はい。ここです。そしてここから数えていきますよ。1回。2回。回。7回。 あれ7回でこのファサファサ感になりましたねんどういうことだ <laughs> 次は4本よりやっていきますこれは緑色ですねライムグリーンでしたライン表面のでこぼこがこうやったら分かるぐらい結構表面の凹凸はでかいんでどうなんでしょうかではまたセットしていきますはい開始位置に持ってきましてここからいきます1回2回4 4 8回 9回,9回目で切れましたライン自体は結構早めからこのモフモフ状態になってたんですけど意外と耐えてくれた印象がありますそしてこのヤスリの方を見てもらうと、まあ、ここが12本より12345みたいな感じでで真ん中が8本よりで12345っていう感じなんですけど5回やってこの後なのに4回よりは結構1回擦れるごとに繊維がこっちに残ってるっていう感じでしたねはい V 結果ですはい全部のの実験終わりましたた一応確認のために ここと、ここと、こことっていう感じで被らないように実験はしてるんで、バラつきはかなり抑えられたかなと思います。まあ、人がやってるんで多少のバラつきは仕方ないんですけど、できるだけバラつきは抑えた実験になったんじゃないかなと思います。では、ちょっと計算していきます。はい。ということで、実験の結果発表していきたいと思います。まず、8本寄りですね。これが4回、7回、6回、6回、4回となりまして、平均が5.4回で切れました。で、次に4本編みが 9回、6回、8回、8回、9回となりまして、平均値が8回となりました。これによって、8本よりも4本の方が約48%強いという結果になりました。これは今まで定説とされていた本数が増えると弱くなる通りの結果でした。で次に12本よりなんですが、29回、12回、17回、13回、23回という結果になりました。そして平均値が 18回というちょっとよくわからない結果になってしまい一番弱くなると予想していた12本よりがすれには一番強いという結果になりましたこれは4本よりも225%も強くなりますということで今回の実験の結論なんですけどシマノのピットブルは一番強いのが12本より次に4本よりそして最後が8本よりという結果になりましたでこの実験で 編み込み回数が多いとスレに弱くなるという定説は覆ってしまいました。はい ちょっと個人的に気になりましたんで、さらに深く調べてみました。まず、この PE ラインの素材なんですけど、イザナスというポリエチレン繊維をどれも使われてたんで、繊維はまあ同じかなと思います。まあ、値段が違うんで、その繊維の品質がちょっと違うかもしれないですけど、そこはちょっと調べてみたんですけど、出てこなかったですね。で、一番違ったのは、ここパッケージにも書いてあるように、4本8本は VT 工法というテンションをかけ、緻密に編み込んだ4本か8本より工法 になってて12本がタフクロス通製法でタフクロスプラス vt 製法ですねコツと同じ製法を掛け合わせた網工程で表面の滑らかさ直進性が改善され強度の均一化に加え低深度化摩擦性向上に貢献するとなってましたそのタフクロスがわからなかったんでさらに調べてみると pe を抜群に強くする弊社独自の追加工法法によって でライン表面は若干硬くなるそのことでラインにはやや張りが出てタイン 摩擦強度が向上するとのことでした。で、調べてて思ったんですけど、この12本編みのタッチクロス通行法、これによって、ラインの表面が滑らかになり、まあ今回ヤスリで実験したんですけど、ヤスリ表面のデコボコが当たりづらくなり、結果としてスレに強くなったんじゃないかなと思います。なので、4本、8本、12本を同じ工法で作っている PE ラインなら、編み込み回数が多い方がスレに弱いという結果になるのかもしれません。 ま、これは、また気になる人が多いようでしたら、実験するかもしれません。ということで、今回の実験は以上です。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。